水野さん、はい、本日はちょっとスペシャル出張収録に来ております。はい、これはどこですか？はい、長野県の上田市。上田市、そう、バリューブックスに来ております。あの、はい、我々の狂気のスポンサーでおなじみのバリューブックスに遊びに来させてもらってバリューブックスの中にいる気がします。狂気とか言って大丈夫ですか？今回ね、はい、バリューブックスさんの本社と倉庫を見学させていただくということで、わざわざ上田まで来てやって、あれ上田まで来させていただきまして、ね、ちょっと見学させていただいて、はい、いろいろ皆さんもね、バリューブックスの会社一体中身どうなってるのかっていうのは、リスナーも気になってるところだと思います。どうやって儲けてるんだろうと、ね、みんな言ってますね。利益全部上げちゃってるイメージありますけど、はい、果たしてそれはどうやって支えられているのかみたいなことを今回の見学でいろいろ分かったらいいのかなと思って、ちょっと案内していただくことになっております。はい、案内してもらうのは我々の担当者でいつもお世話になっている飯田さんでございます。よろしくお願いします。こんにちは、バリューブックスの飯田です。よろしくお願いします。お世話になってます。どうぞってます。もう、ね、飯田さんにいつも我々むちゃくちゃを言ってねすいません、間違えて CD3000 点発注しちゃったんですけど全部納入していいですかって言ってね、いいんじゃないですかっていつも大体言ってくれますね。そうですね、今日はあのパンパンにあの在庫が膨れ上がってるグッズも見せられたらなって思うんで、はい、そうですね、楽しみにしております。さばかないで、さばかないで、さばかないで、いっぱい売ろうという強い気持ちになるために今日来ました。はい、はい、じゃあ早速バリューブックスさんの倉庫これから見学させていただこうと思います。はい、お願いします。お願いします。倉庫の案内なんですけど、まあ、あのバリューブックスって本の買い取りと販売をしているので、うん、あのたくさんの本がここ上田に届くしでかつ出ていくので、まあ、お二人に案内するときもバリューブックスに届いた本がたどる流れをそのまま一緒に辿ってもらおうかな。なるほど。だから、はい、古本の気分で歩けばいいってことですね。そうですね、あの、読み終えられた本のつもりで今から一緒に、うん、で買われていく本。じゃあもう言語沼になった気持ちでいきましょう。そうですね。一個僕思い出が今蘇ったんですけど、はいはい、お台場にリスーピアっていう、うんうん、理数系の人向けの、あの博物館というか、そういうスポットがありまして、子供向けのショーみたいなの結構やってるんですよ。で、電子の気持ちが味わえるショーっていうのをやってて、おうおうおう、観覧してる子供を毎回なんか指さして、あの、じゃあ電子になりたい人って言って、はいって言った子供をステージに上げて、その子供の顔を電子に当てはめて電気の流れをみんなに体験してもらうっていうワークショップをやってたんですけど、土平日のめちゃめちゃ空いてる時期に行ったんで、はい、子供が一人も座ってなくて、大人4人しか客いなくて、はい、僕と僕の友達と外国人2人しかいなかったで、はいはい、でもクルーの人は段取り変えられないから、うんうんうん、やりたい人、電子になりたい人って言って誰一人手挙げないから気まずい気持ち僕手挙げたんですよ、かわいそうだから、はい、そしたらお名前なんて言うんですかって言われて、あ、堀本ですって言ったら、あ、じゃあ堀本さんが今日は電子になってもらって流れるところを見ていきましょうって言って、僕の顔写真が当てはめられた電子がずっと流れてで, もでもみんな誰も笑わないから、無言で僕の顔がはめられた電子を見て堀本さんが流れていきますよクルーの声が悲しく響いた思い出が今蘇りましたけど、そういう気持ちで今日は見ていきます。そうですね、あの古本になりたい人っていうのでわかりました。はい、水野さんが流れていきますよっていう気持ちで、そうですね、今日はやりましょう、頑張りましょう、はい。まあ、まずバリューブックスには、うん、あの本 の, その買い取り、うん、つまり読み終えた本を手放してバリューブックスに送ってくださる方っていうのがいて、うん、はい、まあ、宅配買い取りしてるんで、はい、北海道から沖縄までお客さんいらっしゃるんですけど、そういう全国から来た本がまずここに、うんうん、ドンと来ます。なるほど、はい、でややこしいんですけど、あの今ここに届いてる本はお客様から届いた本ではなく、あ、違う、あの別の業務の本がたまたま置いてあるんですけど、こんな感じで、はい、こんな感じで来ます。基本的にはいつもこういう感じで、基本的にはいつもこんな感じです。だから皆さんにバリューブックスに本売ってくださいねって言って来た本はまず一旦ここに、まず一旦ここに来ます。ただ今日来てるのはそれじゃないけど、今日来てるのはそれじゃない、それも厳密さ大丈夫です、その厳密さ大丈夫、間違いないですゆるゲームのクラショーでよく見るやつ、まあ、厳密にはそうじゃないんだけど、厳密はそういうのいいと思います。あるあそう、諸説あるんですけど、あのこんな感じで来ます。一旦届く、はい、で来たらまず何すんのっていうと、あの一冊一冊その本を、まあ、査定、うん、値段をつけるっていう作業をするので、うん、まあ、ここに届いた本たちをこうガラガラガラっていう風に倉庫の中の方に
なるほど、はい、持っていくんです、まあ、ちなみに1日2万冊ぐらい2万冊、はい、すごいです、だいぶあります、ね、人生で2万冊も多分読めないですよ、ね、本読めないよね、はい、俺の Kindle ライブラリーで7000冊だから、うん、すごい、多分2万冊本がここ毎日来てぐるぐるしてる場所って、うん、かなり全国の中でも少ないかなと思って、日本有数の倉庫ですね、はい、はい、じゃあなんかちょっと行きますか、はい、はい、じゃあ届いた本をまずこの経路で、はい、この経路で行くということですね、はい、どっか面白いですよ、ここ保証、あ、保証って書いてあるスペースとかがあったりして、後で後で後で伏線回収します、落ち着いておくな、伏線を、じゃあ寝かせときましょう、寝かしといてもらって、保証っていう表示があったんで食いついちゃった、はい、あとね、かと負荷もありますね、あ、これは伏線回収しないんで、しないんです、ね、あんまり気にしないでもらってそれも教えてはくれないぐらい気にするな、それ、じゃあこちら、どうぞ、はい、おお、すげえ、あ、すごい、あ、なんか本の匂いする、確かに、あ、書店の匂い、やばい、青木まりこ現象、あ、出た、うんちしたくなるやつですね書店に入るとトイレ行きたくなることでおなじみの本の雑誌に投書された青木まりこさんの名前が由来になっていることでおなじみのやつ、大丈夫です、大丈夫です、今後がバリオックスの内部、すげえ、めちゃくちゃあるな、本、桁違いですね、広いっすね、スペース。奥まで見えないっすね。100万冊とか。100万冊。100万、千鳥のネタみたいですね。100万冊。すごいですね。そう、冗談っぽい。そうですね。冗談っぽい。脳は言えないで、これも。なんでだって困った。なんで困ったやつ扱うんじゃなくて。いいでしょうが。そうね。そう、お客様から買い取った本っていうのは、あの本棚に並ぶんですけど、あそこに並んでる本。はもう売ってる本なんですよね、うん、だからあそこに並べる前に、まあ、さっきも言った査定するっていう、はいはい、手順がいるので、まあ、ちょっとそのじゃあどういうふうに査定してるんだっていうのもちょっと細かく今見せられたらなと思う、うん、はい、わかりました、はい、じゃあ具体的な査定なんですけど、これ今まさに査定してるところなんですけど、お、嫌われる勇気、本屋さんとかのレジにあるバーコードリーダーにかざすと、うん、自動で、うん、へー、自分たちの作ったアルゴリズムに沿ってもう買い取り金額が出ます。なるほど、アルゴリズムを作ってますね、そうですね、市場価格とかを加味して、うん、これっていくらで売れるから、じゃあいくらで買い取れるねみたいな、へえ、あの有名な本であれありますよね、アマゾンでみんながアルゴリズムで値段を決定してて、他社よりちょっとだけなんか高く売っても大丈夫みたいなアルゴリズムを複数社が設定してたせいで値上げ競争が始まって、一冊の何ともない本がなぜか軽自動車1台より高く売られてたっていう有名な事例あります、ね、有名な事例なんですか、これ有名な、アルゴリズムの暴走って怖いよねっていう話をするときに必ずみんな大体最初の前書きで喋りがち、あの日々それを体感してます、あ、やっぱりですか、わけわかんない感じで、うちも Amazon で売ってたりするので、そっちの価格を変動するアルゴリズムも、うん、あの独自のもので動いてるので、うん、あの時々なんかそのなんだこの値段はみたいなっていうのがあったりするんですけど、そういうのって今言ったみたいなちょっとした、エラーっていうかアルゴリズムの暴走で人類への反逆で、すごい AI 時代に毒されすぎた発想ですね。で今あの自動で値段出るんですよアルゴリズムでとは言ったものの、うん、実はさっきからこうやって本の中身をパラパラめくって、うん、見てますね、うん、っていうのも文学部ただの表紙じゃない、うんね、水曜とかの名作ですよね、名作ですね、弦楽趣味がここで開花したことでおなじみの、ね、あの本ですね、教授がね女子大生にセクハラしてるそこを切り取っちゃダメなのそこが別にメインだそこが話だからダメダメ、そうそう、っていうのは本によってはもちろん汚れがあったり、それこそ書き込みがあったりとか破れてたりみたいな、ありますね、もうそれはマジで一冊一冊をパラパラめくって人の目で見てます、これは機械が大体できない、そう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 、でかつじゃあ汚れがあった時にはキーボードに例えば汚れありみたいな、へえ、そういう専用のキーボードがあるんだ、そうそう、専用のこういうふうに書き込みとか、あ、すげえ、ほんとだ、すげえ面白いこれ、へえ、そう、へえ、これは人が判断して押してる、非常に良いとか、はい、面白いですね、カバーに日焼けとか、そうです、ね、箱に使用感とか、でも確かにそういうのがあるんだ、アマゾンに書いてありますよね、全部こう書いてある書いてある、あれはこうボタンを押したら反応してそれをこう書き出してみたいな、あ、そうか、もうそれも人力でテキストを入れるなんてことしないで、そうですね、これパチパチ押していくだけで勝手にタグ付けされる、うんうん、へえ、面白い、でそのボタンをピッて押すとそのアルゴリズムで
あの自動で算出した買取金額っていうのは、うん、その状態が良かったらこの値段だよっていうのがまずデフォルトになってるんで、はいはい、例えば汚れがあるよってボタンを押すと、ちょっと下がる自動で減額。へえ。だからカバーに焼けがあったらいくら下がるし、うん、あ、まあそうですね、これがこうだったらいくら下がるしみたいなのもアルゴリズムでなんとなく、そうです、何パー下がるみたいな設定して、結構あの面白い図書の扱いって、そのいい本みたいなのがあってすぐその価格が目利きができるしなんて昔はできなかったっていうことが割と言われていると思うんですけど、うん、これはじゃあもう本当に ISB の読んで、はい、ちょっとだけ状態の確認すればっていう意味では、はい、まあ、そのすごい目利きの人じゃなくてももう書いてる作業ができるっていう、そうですね、だから目利きの部分を市場に託してる。はあ、なるほどなるほど。さっき言ったみたいに、そのアマゾンで売られる本の価格って日々変動するんですよね、均衡、うん、価格、市場が神の見えざる手で勝手に価格調整するはずですもんね。神の見えざる手が目利きしてくれてるので、その市場価格を参考にして出せば別にそんな間違った、うん、なるほど、価格にはならない。なるほどね、やっぱビッグデータですよ、すべてを解決するのは。そうです、これ見てください、日焼け状態の判断基準が。へー、面白い、これこれもだから、へー、多分ね、確かに誰でもできそう、バラつきが出ないようになってるんでしょう、うん、そうですね、多分いつか AI に取って代わられる。確かに仕事あの大変申し上げにくいんですけど、 AI と言わずこれ単に値を読み込ませるだけで取って代わられるんで、プログラムに取って代わられる人。ありますね、やめましょう。それ間違えました、はい、PR 違う、 PR ですよ、 PR したいんですけど、間違えました、間違えました、思ったこと言っちゃう癖があるんですいません。ちなみにさっきまでこの作業をしててくれて、かつ脇にあの動いてくれてるこのスタッフ、一応社長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 、めちゃめちゃカチャカチャピッピやってましたけど社長だったんすね。社長、あまりにも言いながら流暢に喋るから隣でどうしていいか分かんないすね、本当に後半ちょっと退屈になってそっちに、ね、やることないなみたいな、なんかいつ振ってくれるのかなと待ってた部分もあるんですけど、僕もタイミングを見計らってたんで、すみません。あ、皆さんもいつも飯田ものとも可愛がっていただいてありがとうございます。めちゃくちゃお世話になってます、ね、いやいや、こちらこそ本当に大丈夫ですか、飯田さんの暴走を止めたりする人はいなくても。いや、暴走してるんですけど、多分ここからかなり結果出してくれるっていうことを、うん、めちゃくちゃプレッシャーもうそれで出さなかったんですよ。君がこの先ね、どうなるかっていうのは分かんないからね。俺結果出せるか2人次第だからね。ああ、すごい、どんどん責任転嫁。俺も今出せるかお前次第だよ。そういうプレッシャーズリズリ俺じゃあ俺結果出せるかどうかはカメラマンのその話だよ。結局その動画を見るリスナーたち次第。だからリスナー次第だったんですよ。そうですよ。リスナーの皆さんがバリューブックスに本を売って、そしてバリューブックスから本を買ってくれたら問題ないという。そうですね、まあ、完璧ですね。僕がクビになるだけなんで。そうですね、はいはい、飯田さんの身体が皆さんにかかっております。ひどい、こんなことない。じゃあすいません、わざわざありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。査定に戻ります。はい、査定です。ありがとうございます。頑張ってください。はい、社長に頑張ってください。社長の扱いすごいんだよ、ずっと。あれが人徳なんです。なるほど。ああ、なるほど。はい、僕びっくりしたんですよ。社長が査定の現場やってるんですか、その。あ、まあ、忙しかったら、はい。へえ。引っ越しのシーズンだとか、はいはいはい、新生活が始まるときとか、ドワーッと届いちゃうんで、はい、もう本当に速度が回らないってときは、もうみんな、飯田とかももちろん、え、来いよ。あ、飯田さんもてるんですか。そうですね、あの、大体なんかいろんな理由つけて断ったりするんですけど、マジでやばいときは、あの、何も普段やってないやつでもできるあの力仕事をやったりしてます。へぇ、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。で、さっきあの査定した本たちがあったんですけど、まあ、その査定が終わって、うん、あのお客様にこうお振り込みが終わって、うん、晴れてじゃあバリューブックスのものになりました、うん、その本が。で、今度はそれをあのオンラインで販売する、うん、まあ、Amazon だったりとか、まあ、本当は今力入れてるのは自社のサイトで売ってるんですけど、うん、はい、その本たちがこう並ぶ本棚がこっちにありますね。だからこれはもう査定もちゃんと終わって、はい、買取終わったものがここに入っていくっていう感じなんですかね。なので、そうです。今ここにある本たちは全部もう Amazon とかバリューブックスの自社サイトで売ってるものです、うん、これ今オンラインで売られてます。ここにある本全部。へぇ、すごいなこれ、うん、事前の打ち合わせでも飯田さんに聞いてたんですけど、うん、本当にその特に整理しないでナンバーだけで入れてあるっていう、もうそれびっくりですね。こことかあの棚いくつかそう見てもらうと、このここにある本たちってあの買い取りが終わったものを、うん、まあ言ってしまえばもう
そのままどん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 入れていってるので、うん、ジャンルとか一切考えてないんですよ、ね、気にしてないです、ね、気にしてないんですよ。だから今僕びっくりしたんですけど柳田国男と海の道とか、うんうん、アジア女神大戦とかめちゃめちゃなんか民族学っぽいなみたいなやつが並んでるすぐ上に漫画で撮れる原付免許スピードボードがありますすごい組み合わせだよこれ。だしこれ付箋みたいなの貼ってますけどこれ剥がれちゃったりしたら大丈夫なの、はい、確かにわけわかんなくなりそう。これでも一応これなんですこの付箋っていうのも必ず貼ってなきゃいけないものもあるしある種の目安になってもじゃあ例えばこれはい B1722-0209 はい、これ何かっていうとまあ最初の B17 ってまあここの場所のことですね、うん、あはいはい。でこれが年の2022年はいの2月9日に入れた本たち。へー、日付を書いたんだ。そう。で、じゃあこの黄色い付箋は何かっていうと、これ50って書いてあるじゃないですか。はい。これだから2月9日に入れた本たちの50番目の本だよっていう目印なんですけど、だいぶ減ってんだ。そう。だからこれ元々は50冊あったんですよ。なるほどなるほど。そう。へー。でもそれが売れてなくなってきたから。へー、面白い。あ、もうこれめくると次150なんです。あ、全然ないですね。へー、だから売れた本がどんどん詰められていく形。そうですそうですそうです。へー。めちゃめちゃこの本棚歩いてて楽しいなって思うのがプロファイリングできるなと思って。あー、はい、わかります、わかります。一斉に売られたのって同じ人が売ってるからすごいね。僕いいなと思ったのがこの就活関連の本、うん、今の、はい、SBI 解放の極意とかあった後にこの決断があなたを変えるみたいな、なんか人生に悩んでるのかなみたいな本があって、はい、やいのやいのあった結果最終的に身近な人の鬱っていうどうする身近な人の鬱っていう本が入ってて、すごくストーリーを感じるなと思って、まあ、多分それは誤解なきように言うと、めちゃめちゃ恣意的なあれではって、うん、っていうのが、本当はここ、50冊、150冊って、まあ、そっか、そっか、そっか、別にこの本は渡される人じゃないですね。読んでる就活生じゃないですからね。そう、で、分かる、うん、でもその人は1000冊ぐらい読んでて、本当にこの流れでそこに到達してたのかもしれないですね、うんうん、そう、SPI とウェブテストに挟まれてどうする身近な人の鬱だから、もうたまらんな、この並び。グッときました。好きにしてください。で一応ノンジャンルっては言ったんですけど最低限分けてて、あ、そのっていうのがこっちは文庫本版みたいな関係で分けてるの問題ですね。やっぱ棚の効率、うんうん、やっぱもうたくさんのもの抱えてるので、はいはい、もういかに効率的に棚を組めるかみたいなっていうところはすごい気にしてるんで、なのでこの文庫本と単行本と、あと実は奥にその大型本っていうのは例えば写真集だとか、はあ、じゃあここ単行本エリアなんですね。ここにそうですね、そうですそうです、主力版とかが、はい、置いてあるようなところなんですね。発送1っていうのがあるから、これ発送するやつですね、これから。これはちょっと細かいことで僕把握してないんで無視しましょう。分かりました。はい、すいません。そうですね、飯田さんが知らないことも当然あります、ね、僕が全知全能じゃないから全部知ってるわけじゃないんで。そうですね、それはそうだよねすいません。これでも僕思ったんですけど、その半径でしか区別をつけないということは、はい、適当に散歩したらマジで知らない世界の知らない本があって、うん、そう、これなんか書店として逆に新しいみたいな。そうですね、散歩としてはすごくいいんですけど、はい、僕逆にそのまあ、いわゆる選書、何か場所を作るから、はい、そこにこう本を並べるって時に、うんうん、まあ、必要な本を探すっていうのをもうここで物理的にやってみたんですよ前、ほうほうほう、そしたらもう脳が混乱してしまってでしょうね。村上春樹さんの小説の横にそれこそ原付の免許の本があったりとか、うん、そうですね、だから多分普段書店の本棚見るときってざっくりその大枠のジャンルは分かってるし、そうですね、うんうん、まあ別にこういう本が来るだろうって予想してこうザーッと、うん、見てるんだけど、うん、はい、もう全部ことごとく裏切られていくから、はい、もうなんか脳みそがへの負荷がすごいんですよ。なんかパラパラ見出すと切りなさそうですしね。僕直近、心理学の論文の話を心理学で修士号を取った友人に聞いたんですけど、はい、人間って予想してる刺激に対する感度が非常に鈍くなるらしいんですよ。あー、なるほどなるほど。明るさの反応とかって、うん、電気を自分でつけた時といきなり明るさ、はいはいはい、同じ明るさに持ってこられた時で、はいはいはい、全く感じる明るさが違うっていう話を聞いてたんですけど、うん、それ多分本棚、バリューブックスの本棚見る時も同じ現象で、あー、そうですね、大体こういう本次来るだろうなって予想があるのが全部裏切られるから多分刺激の量が多すぎてめっちゃ疲れるんじゃないですかね、うん、さっき堀本さんが言ったみたいに、うん、なんとなくはその一人の人が送った本って固まってたりするんですよ、うんうん、だからあ、例えばあこの人野球が好きなんだなって思ってたら急に違うジャンルが来るみたいな、はい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 、その一瞬油断させるみたいな。そうですね
別に油断させようと思って売ってないんだけどね。お客様がちょっと騙しに来てることが正直あって。そうです。あ、でもね、いいわ。俺も、うん、あのバリブックスさんって一回、はい、あの買い取りのキャンペーンに、はい、墨本をこう売るってやったじゃないですか。その時にその僕も売ったんです。実際にバリブックスに売ってみたんですけど、はい、やっぱこれもしかしたら俺低俗な人間だと思われないかと思って必要な高尚な本を売りましたダメなんですよ使うんだからちょっと、いらない本を売ってもらえば大丈夫なんだただその、はい、ね、もしかしたら俺これめちゃくちゃなんか俗な人間だと思われそうだな、ミスズ書房の本に刺されるのは違ってくるかなみたいな確かに印象がね、だいぶ違いますよね、はい、あの一応真面目な話もしておくと、あの届いた本を見てニヤニヤしながら、あ、こいつこんなやつなんだみたいな、うん、あの裏でデータ見てるとかは、ね、それは一切やってない、一切やってない、あ、よかったよかった、はい、ね、よくツイッターとかね、そういうことは裏でイーロンマスクが見てるのか見てないのか、はいはい、ありますね。バリブックスはないない、すみません、なんか確かに誤解のあるような伝え方ですね、それはそうですね、だから水野さんがやったミスズロンダリングは何の意味もなかったそうですね、無駄にミスズ消防のいる本売っちゃっただけですね、そうなんですよ、あの欲しくなりましたバカだなただあの誰かに水野さん あの買い取った送ってもらった本の履歴出してって言ったら調べることは余裕でできる、ああ怖い、あのそれはなんかあれば全然言ってるわ、ね、やめてくださいデータ自体は出せる、個人情報全部丸出しにしていきましょう、そうですね、絶対やめていただいてで、もうあのちょっと時間の関係で業務は終わっちゃってるんですけど、うんうん、さっき書いたみたいにあのうちが本を買い取ってこう棚に置いといて、うん、で売れましたって時に実際ここで発送、うん、まあ、動線がはっきりと、そうです、今歩いてきたように、はい、そうですね、 なってるわけですね、売れたものが入ってその奥で発送が進んでいく、そうです、そうです、へえ、でここからも、1日約1万冊の本が売れてって、うんうん、なんか計算合わないですけどね、さっき1日2万冊の本が来たって言って、はい、1日1万冊の本売ってたら、はい、倉庫がどんどん圧迫されていくだけっぽい、はい、うん、後で後で後で気になる、今日そのシリーズを講述するやつが多いですね、分かりました、そうで、まあちょっとあんまりこう作業が、ね、今ないので、うん、ちょっとガランとしちゃってますけど、まあ若干の見どころ、あっちの奥にこう謎に番号を振られた、うん、こうボックスたちありますね、はいはい、あるんですけど、あのうち本の発送は基本的にあの郵便を使ってるんですよね、うん、で普通こう何だろう、手紙をじゃあポストに入れてあの出す時って、うん、まあ、別に何も考えず全国どこのポストに入れたって届くじゃないですか、うん、はい、けどなんか実際はなんか郵便局の方であの日本をこう100個に区分して、うん、こうまずそれを分けてる、でそれからその担当営業所の方にあの持ってったりしてるんですけど、あのうちって毎日大量の本を発送してるんですね、うんうんうん、だからそれまでって、まあ、通常通り考えると郵便局さんにこうドドーンと渡して、うん、郵便局さんの本でこれは日本100個のうちのこのエリア、そのエリア、このエリアっていうのをやってるんだけど、もう花からうちで分けた方が手間かからないんじゃない？お、郵便局のためを思って分けといてあげてるってことですね。そうですね、まあ、かつその分送料をなんかお安くしていただいて、なるほど、まあ、なるほど、まあ、でもウィンウィンな、うん、そうですね、それはそうです、てか日本ってそんな郵便上100個の区分に分けられてるんですね、だからあんまり知らんか、見てもらうと東京はめっちゃ区分されるんですよ、東京当てて本当だっていうのは東京が人口が多いから、しかも新東京当てってなってます、はい、新東京はあっちに東京あります、区分22とか東京はあります、ね、新東京のまた新東京ってあれじゃない、新世紀エヴァンゲリオンじゃないですか、あれ新東京市じゃない、あ、そうだったかも、そうだったかも、新東京市エヴァンゲリオンの舞台に当ててるっていう認識で問題ない、そうですね、違います、エヴァンゲリオンの当てにね、ちょっとこれあの世界、新地区の本読めないですか、大体ネルスに届く、大体ネルスボケるな、ずっとしたですけどね今までこうざっくり説明したのが本を買い取って、うん、かつそれが売られてった、うん、つまり次の読み手が見つかったっていうある種幸福な本の流れなんですけど、うん、これは幸福な本、これは幸福な本の流れ、誰かが読み終えてうちも買い取れてかつ次の読み手がいました、はい、けどさっき堀本さん言ったみたいに1日2万冊来るんだけど売れてくのは1万冊です、で差し引き1万冊どんどん膨らんでいくだけじゃない、うん、なんですけど、実は届く2万冊のうち実際うちがお値段つけて買い取れますって言えるのが半分ぐらいなんですよ、あ、半分まで減るんですね、そう、逆に言うとうちバリブックスっていうのは1日1万冊もの本を古紙回収に出している、なるほど、とも
言える。なるほど。じゃあ実際その本ってどうなってるのっていうのをこれから戻りながら。わかりました、はい。はい。よろしくお願いします。まあここちょっと、うん、なかなか辛い光景ではあるんですけど、はいはい、これがあのバリューブックスが日々出して古紙回収。なるほど。出さざるを得ないもの。値がつかなかったと。そう、まさにそうです。値段がつかなかった。で、じゃあなんで値段がつかないのっていうのが、実は結構その一般に思われるイメージと乖離してるところがあって、はい、まあ分かり、ちなみに何だと思う？なんでうち値段がつかないの？人気がない本じゃないですか。あ、さすが堀本さん、うん、正反対っす。ああ、正反対です。正反対です。でも人気がある本ってこと？あ、でもある意味あってて、はいはい、かつ人気のあった本っていうのはだいぶ古紙回収に回ってしまう、うん、でなんでなのかっていうと、はい、要は中古でそれが今値段がある程度ついてるものだと、うん、まあうちもあこれ買い取ったら売れるなって思って買い取れるんですけど、はい、例えばベストセラーになってたくさん売れた本、うん、何十万部100万部突破みたいな本ってみんな読むじゃないですか、はい、でみんな読んでみんな読み終わって売るんですよね、うん、はい、でなんか中古市場にいっぱいその本がある、はいはいはい、でも例えば5年10年経った時にその本を今読みたい人ってそんなにいない。 そうです。その本が面白いかどうかとか価値があるかないかでその買い取れてるかってこととは全く別の、はい、もう需要、そう、需要と供給のただそれだけなんですよね、はい、結構意外というか、ね、一般的なイメージとは違います。逆にお願いしましたけど、うん、あれ読みましたよ、1万円企業。お、あれ面白かった気がする。へえ。なんかめちゃくちゃスモールビジネスうまくいった人たちの成功事例を書き集めてる。へえ、いい本です。なんかね、事例が15個ぐらい出てきて何一つ覚えてないですけど、なんか面白かった記憶があります。もうちょっと内容だけ。すいませんね、ちょっと。そこそこ売れてたやつ、ね。そう、でもなんか売れたがゆえ、うん、そうですね。だと思いますね。で、もちろん、まあなんか今ここでね話してるとすごいいっぱいいっぱいになっちゃいますけど、うん、古紙回収なるべく減らしたいなって思って、うん、バリブスいろんな活動をしてるんですけど、うん、まあ、ただそもそも日本の古紙回収ってめちゃめちゃ優秀なんですよ。はあ、はあ、はあ、そうなんだ。そう、95% が紙になる。つまり例えば100トンの古紙が届いたらそれって新しい95トンの紙になる、うん、ですよね。だからロスが全然出てないっていう。ロスが全然出てない。で、それは世界的にもすごい優秀。へえ、全く知らなかった。そう、だからなんかね、相反する二つの気持ちがある。なんかまだ読める本を、なんていうか、古紙回収せざるを得ないのは、うん、まあ嫌だし悲しいなと思ってるし、でも、古紙回収なんて悪だ、とも思ってないというか、うん、めちゃめちゃ優秀で、まあ実際取材して見に行ったりしたんですけど、この本たちが実際どうなるのかっていうのは、はい、バリューブックスで取材してその記事もあるので、まあきっとテロップで URL がここに。あ、そうですね。概要欄にあったり、あ、概要欄、うん、概要欄もうちょっと、ね、もうちょっと下です、ね、ややこしいですね。あ、すいません。とかとか、まあそんな感じです。なので、まあうちは2万冊本が来て、半分買い取れて、うん、半分こうやって古紙回収に行ってしまってるっていうのがもう隠すことのないうちの姿ですね。何かが始まった。ちょっと革命が起こった。革命が起こった。革命が起こった。なんか大きい音。これだからあれですよね。ルイ16世の側近が言いましたよね。バスティーユ襲撃の時の民衆たちの騒ぎを聞いた時に、なんか何事だみたいな、暴動かって聞いた時に、はい、違います。これは革命の音でございます。って言ったっていうことでおなじみのフレーズを今僕は引用しました。二人ともちょっとピンときてなかった。そうです。それが。ちょっと学がないのが悪い。そうですよね。倉庫作業の音。すみません、入っちゃった。めちゃくちゃマジじゃなかったです。めちゃくちゃマジ。ストリップ送っちゃってすみません。革命の音じゃなかったから突っ込みません。そうですね。はい。めちゃくちゃ面白そうな本ありますけど。ほうほう。僕めっちゃ気になってんの。大阪市立大学の歴史めっちゃ気になってます。わあ、ね、大阪市立大学が出してるっぽいですね。これ、だから在学生がもらっていらなくなって売っちゃったのかもしれないです、ね。ああ、うん、かもしれないです。あれだから裏見てないからわかんないですけど、ワンチャン ISBN のない製本されたけど流通しなかったとかってケースですよね。うん、あとなんか名前書いてある本がありません？って書いてあります。いや、写すなじゃん。何写してんの？くんが売ったんでしょうね、あの本。あれだから書き込みありなんで。あ、そうかそうか、はい、書き込みあり。はい、なるほど、はい。書き込みがあって。でも僕だからここで普通に海外の洋書の写真集で、え、これ売ったら3万円のやつじゃん。はいはいはい、っていうのを見つけて、流通したりする。すごい。ナイス。
木田さんの目利きがなんとか。そうですね、目利きギリギリっていうか、まあ、はいはい、え、ちょっと待って、って名前書いたらあの本、タイトル多分、下克上教本ですよ。お、下克上について教えてくれてる本じゃん。下克上算数。下克、いや、ちょっと間違った。下克上算数。下克上算数は何だ。あ、テキストだ。中樹の中樹受験のテキストだ。まあだから革命ってことですよね。革命ってことですか。革命の革命の音。ほら、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 革命の音だ。革命の音なんだこれ。そういうこと、そういうこと。あ、パフォーマンスツールスが出てきた。テキストなんですね。確かにこれは解いてない。解いてないっす。途中でここ名前だけ。いや違うし、ノートに解いたんでしょ、これは。あ、そういうことか。解き直しできるように。使い込んだ感じはあります。まあ、もう嫌になっちゃったのかな。あ、破ってる、破ってる。嫌になっちゃったかもしれない。まあ、多分正確に言うと、持ち歩くために破った。まあ、そうっす、ね。まあ、ちょっと汚い。覚えるために食べたな。あ、出た。昔風のやつ。はいはいはい。じゃあ、いい紙に。いい紙になってくれ。いいバリブックス倉庫見学が終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、いっぱい歩きましたね。歩きましたね。めちゃめちゃいろんなもの見て、楽しかったし、3人でカルピス飲んでね。うん。美味しいんだもん、これね。倉庫見学終わった後ね、思わずバリブックスさんの出口の自販機で買っちゃいましたね、ついカルピス。買っちゃいましたね。今日ちょっと暑かったからですね。ねえ、長野寒いって聞いててね。はいはい、脅されてましたよね、僕らね。そう、なんか、あれでしたよね。水野さんが長袖で行っても大丈夫ですか半袖ね。半袖で行っても大丈夫ですかって言ったら、死にますみたいな回答を聞けました。ただ、ダメですっていうのを、何のびっくりマークもスタンプもなしに淡々と送って、うん。そう、4文字だけの返事が来たから。ダメです。ダメです。怖かった、あれ。はい、って言ったけど結局めちゃめちゃ余裕でしたね半袖で余裕で暑いですね飯田さんがまず半袖ですしね、うん、そうですね言ってるやつがめちゃめちゃ暑いんだもんだってカルピス美味しいです、ね、カルピス美味しい、うんはい、よかったよかった皆さんもぜひ飲んでもらえたなんでイメージキャラクターですかカルピスの本日はカルピスの提供でお届けしてないですねお届けしてないですね怒られます堀本さんは、はいはい、この倉庫見学でなんか印象的だったことありますか、うん、僕やっぱ楽しかったのはあれですね査定係の人、まあ、査定係の人っていうか社長でしたけど、うん、たまたま社長すっごい自然にカチャ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 キーボードやってピッ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 、はい、読み込んでる人いたからあなんかそういう手際いい人だなと思ったら社長だったっていう事件が、はい、ありましたけど、あそこでもちょっと言ったんですけど、うん、アルゴリズムで値段を決定しているっていう話でしたよね、うん、そのいろんな、はいうん汚れあるかとかっていう因子と、うん、Amazon とかの価格情報を総合し統合したアルゴリズムで値段決まってますよっていう、はい、そうですそうですそうです、まあ、そこでもちょっと喋ったんですけど、はい、ちょっと果たしてこれ本編で使われてるか分かんないですけど、うん、アルゴリズムによって書籍の値段が爆上がりしちゃった事例があって、うん、忘れちゃったの確か1万ドルとかで売られた事例があるんじゃないかな、うん、なんかなんてことのないちょっとした本うんうんうん、文庫本みたいな何かが1万ドルとか100万円とかで売られてたっていう話が、うんうんうん、いわゆるアルゴリズム初期のアルゴリズムの暴走として結構アルゴリズム本の前書きに大体出てくるんですへえ、うん、アルゴリズム本の前書きあるあるは大体2つに修練してて、うん、ほう面白いですよ一つはこの話なんですよ、うん、初期のアマゾンでアルゴリズムで価格決定してる3社かなんかのアルゴリズムが干渉を起こした結果、うん、1万ドルで本が売られるようになってしまったっていう話と、うん、もう一つがニューヨーク証券取引所を、うん、に最初にアルゴリズムを持ち込んだやつがボロ儲けしすぎて、うん、証券取引所に嫌がらせでアルゴリズム使った取引するなって言われたっていう話、はあはあ、大体この2つですね。これ多分アルゴリズムが世界を支配するとかで結構主題で扱われてたのが後者の話、うんうん、証券取引所をアルゴリズムで扱う人の話なんですけど、うんはい、自動取引要はプログラムが当時まだあんまりネットを引いてる人も少ないような時代に、うん、プログラムで機械的に電気信号で取引買い売りを出せるような装置を組んだんですよね、うん、アルゴリズムトレードってやつですね、うん、そうですね、はい、もうだからパソコンとかそんなにみんなアルゴリズムトレード誰もやってない時代、うんうん、90年代なんで誰もやってない時代にこれをやり始めた、はい、そいつがボロ儲けしたんだけど、うん、証券取引所的にはいやそれイカ様やろとあ、うんうん、当時誰もやってないですから、はい、反則にしか見えないわけですよね、うん、で禁止されたんですよ、はい、禁止するロジックとしてはその、うん実際にキーボードを叩いたりしていない物理的に注文を出してないのに売り買いできてるのは異常だからやめなさいっていう通達が来たんですよ。さてその通達を受けた男はどうしたでしょう。ほう
なんかクイズ始まったよ。そういう会っていう、いやっていう話をさっきの、あのアルゴリズムで価格決まるんですよって話してる時にしようかなと思ったんですけど、ここで喋る尺じゃないなと思ってうんうん、うん、遠慮して引っ込めたやつを今喋ってます。え、要はその、まあ、機械的にあの、うん、やってこう利益を設けて、うん、人に対して、まあ、それはその実際にこう人が手を動かしてるわけじゃないからやめろ。そうそうそう、そのわけわからん謎の装置で買い売りの電気信号を送るのをやめなさいって言われた、うん、いやでももうそしたらね、うん、アルゴリズムの指示に従って注文を出すバイト雇えばよくないって思っちゃいました。あでもね、同じようなこと思った。あ、うん、いい着想ですけど、そのアルゴリズムトレードの骨子って多分今も一緒ですけどスピードなんですよ、はい、あーなるほどね、うん、はい、多分1秒後の価格を予想するとかの方が容易なので、短期取引の話なんですね、もっと。そうですね、はい、だからバイトにやらせてるんじゃ遅い、あーですね、はいはい、っていう縛りを1個加えて考えてください。あーじゃあちょっと損するようなプログラムを組み込めばいいんじゃないですか、うん、ああだからたまに負けてるんですよこっちもっていう。そうそう、だから人間がやってるんですみたいな。まあでも一回あれですからね、そんな謎の装置で取引するなっていう勧告受けてますから、はいはい、そのまんま装置使い続けるのリスキーですよね。ああじゃあ あれとか、ちょっと雑魚いアルゴリズムをオープンソースにして、うんうん、みんなが使うような状態にしといて。ああ面白い、それいいね。そうしたらもう止めようがないので。あ、それいいエウレカクイズですね、はい、それも面白い。自分はちょっと精度のいいやつでもう少し儲けるみたいなとか。それ面白いですけど違います。あ違うんだ、その男はアルゴリズムを変えましたか。変えてないですね。なんかウミガメのスーパーじゃないか完全に自然にウミガメのスーパー入ってる変えてないです。アルゴリズムの中身は一緒だと思っていいでしょう。結果として処理速度も変わっていないですか。ね、いい質問ですね。ちょっと遅くなったと思います。ウミガメのスープ始まってるよ。バリューブックスバリューブックス倉庫見学の後はカルピスを飲みながらウミガメのスープ。大体こう相場が決まってますよ、ね、て、まあ、定番のルートですね。定番のルートじゃないですみんな一度はやったことある。仕組みはアルゴリズムは変わってないけど、なんかそのちょっと言い訳程度に処理が遅くなってるわけですよね実際の。うん、もう、まあ、ただね、言い訳程度じゃないですねこれは。いや分からん、うん、あ分からん、人によるは分からん。ちょっと何とも言えないです。あ、なんだろうな。僕ちなみにさっき正解じゃないけどいい回答出したんで、一応仕事はもう終わってると思ってるなんで。そうか、僕がちょっと今僕考えてますけど、飯田さんが今のところバリュー出せてない、バリュー出してない、バリュー出せてないブックス。そうです、はい、あんまり喋ばかりしないその通り、思いもあるその通り、すみません生きて帰れないですよここですからそうだわ、完全に敵の根城だから、はい、気をつけないと。敵じゃないから敵じゃないから なんだろうな。まあでもちょっと思ったのは、僕もちょっとプログラミングとかやるんですけど、はいはい、まあ、その画面操作も、うん、だ要はマウスが普通動くみたいな挙動をプログラム自体にさせるみたいなこともしてるから、うん、なんか分かんないけど大掛かりにして、例えば物理的なキーボードがあって、うん、そのアルゴリズムに沿ってその特定のキーボードのボタンが押されたりして、うん、だから動いてるのは機械なんだけど、ほらだってキーボード押してるじゃん、うん、っていう、完全に正解です。お、完全な正解です。動いてるキーボードを動かすみたいなプログラムを組んだ。やめろそのスタイルすぐカットして自分の手柄にしようとするのやめなさい。ダメですよ飯田さん、カットして僕がダメです、ダメです。ちゃんと使います。すげえ完全正解。もっと実際にはもっと手の込んだことしてて、要するに人間と同じことしてりゃええんだろうということで、うん、株価のチャートを画像処理してカメラを目の前に置いて画像処理して、それをデータに変換して、でアルゴリズムに従って最適解の行動を取るようにキーボードをガチャガチャって叩く装置を作ってで、アメリカ人だなって思ったのが、ちゃんとその装置の前にマネキンを座らせておいて。あ、いいですね。あ、いいですね。で、次に証券取引所の人が来た時に、これなら文句ないでしょっていう、マネキンを見せたっていう。それ、現代でもありましたよね。そうだっけ、はい、知らない。リモートワークが始まった直後って、うん、人間が本当に仕事してるのかっていうことで、うん、キーボードを本当に打ってるのかどうかっていうのを、チェックする仕組みを導入した会社があったんですよ。その結果何が起きたかっていうと、定期的に適当なキーボードを叩くプログラムを誰かが組んで会社に怒られないようにするなんかプログラムかなが流行ったんですよ、うん、全く同じこと起きてますね。そうっすね、まあ、でもそれは単にアリバイ的にキーボードを叩いてるだけだけど、はい、今回の場合は、ちゃんとその命令を遂行してるから、若干質としては違うかもしれない。確かに、ほぼ一緒の現象ですよね。っていうのが、アルゴリズム本2大前書きに出てくるクリシェですね、うんう
っていう話をアルゴリズムで値段決定してるんですよっていう時に言いたくてしょうがなかったんで、はいはい、僕はこれを今成仏させました。堀間さんごめんなさい、僕印象的だった出来事を伺ってるんですけどいやだから倉庫でこの話が言いたくて我慢したのが一番印象的だったなと。普通はなんかさもっとさ中で見たこれがこうとかそういうその自分がしたい話をしてくださいって感じなんですよ僕今。いやアルゴリズム本の2大面白話のうちの一つがバリューブックスさんでも見られたな、よかったなっていうすごく印象的弱いな、ね、バリューブックスが絡む意味があまりないですよその話は。ただこれかなりグレーな話なんですけど、うん、なんかある種のハッキングを実は受けてたりして、ほうほうほう、っていうのが別にうちに限った話じゃないし、そのアマゾンでその中古で本を売ってる会社っていっぱいあって、うんうん、でまあ、これもさっきの倉庫案内の時にご説明したかもなんですけど、この価格って変動していくんですよね、うんうん、でじゃあ本当は細かいアルゴリズムが組んであるんですけど、すっごい大枠で言うとみんな結構高い値段でまず出品するんですよ、うん、例えばある単行本、まあ、極端な話1万円っていう値段につけるじゃないですか、はいはい、でもそんなの別に高すぎて誰も買わないじゃないですか、うん、だから自動で価格が減っていくんですよね、うん、へえ。例えばじゃあ9900円だみたいな、うん、まあ、だから誰も買ってないなっていうのを認識してだんだん値段が下がっていくってことですね、はい、とか自分が出しているのより安い価格で出している会社さんがいたら、うんうん、じゃあそれよりももっと安くしよう、なるほどなるほど、みたいにこう順々にこう下がっていって、で適正な価格になった時に初めて顧客は買うから、うんうん、まあ問題ない、うんうんうん、だけど結構悪いやつはいるもんで、はい、普通にこうアマゾンでじゃあ欲しい本がある時に、うん、自分も出品者として、うん、その本の在庫を持ってないのにすごい安い価格で出品するんですよ、うん、俺この本10円で売るよみたいな、はいはいはい、そうすると1000円とか1万円で売ってた他の本屋さんも、あ、もっと安い会社が出ちゃったつって、アルゴリズムでこう安くするわけですね。で安くなったとこで、あ、じゃあ俺がそれ買うね、はー、っていう個人がいるってことですか。個人か組織かは分からないですけど、でもそれね、アルゴリズムじゃなくて人間だったら取るべき行動一つですよね。そいつの本を10円で買って自分らの価格を上げればいいですよね。そうですね、うん、でもそれがうまいことやってて、だから多分ね、それをものすごいそのアルゴリズムだけが反応するその短い時間だけ出品をして、なるほど、すぐ買われないようにすぐ戻るから人間が間違って買わないようになってます。おそらくですけどね、想像なんですけど。へー、面白い。そうなんだ。そう、巧妙だな。へえ。だからなんかうちも、あれなんでこの本こんな値段でうちが売っちゃってるの、おかしくないみたいな、そんな時に、あ、これやられてるねみたいな、へえ、面白い、うん、こともあったりしますね。それって法律で罰することできるんですかね。まあでもものすごく不当なことをしてるわけでもね。そうだよね、普通に自由な経済活動みんなしてるだけだから、うん、何の問題もない、うん、出し抜かれる方が悪いっていう形になりそう。騙される方が悪い、悪い、なんかもやっとしますねそれね。でもすいません、これ別にこの振り返り会のメインの話でするべき全然違いますね。すごいさまつなバリューブックスって別にそういうこと考えてる会社なんだとかじゃないんで、はい、うん、はい、いやーやっぱあれですよね、あんまりアルゴリズムの話膨らませるべきじゃなかったですよね。堀本お前や、そうですよね、ちょっと飯田さん判断ミスですね、はい、そこはごめんなさい、ちょっと適切に本題ちゃんと膨らませましょう、そっちをちょっと前がちでゆるコンピューターそうですよ、場所をちゃんとわきまえていただいてよろしくお願いします。すいません、ちょっと慣れてなくてまだ。オフトスポンサーだと思う。水野さんはどうですか、見学してみて。はいはい、僕一個バリューブックさんに対する提案を一個思いつきまして、はいはい、アメリカの図書館って、うん、日本の図書館がやってないサービスをやってる、うん、あるサービスをやっていて、それがね、子供のぬいぐるみかを、うん、図書館に入れて、で司書さんがそのぬいぐるみに本とか渡して、うん、要はそのなんかいっぱい本読ませましたよみたいなツアー、あれ全然ピンときてねえな、あれ、んちょっとごめんなさい、イメージがつかない、はい、子供、図書館が好きな子供がいて、うん、ぬいぐるみと一緒に持参させ、はい、ぬいぐるみに持参させて、ぬいぐるみと一緒に来てでそのままぬいぐるみだけ預かるんですって、うん、で、うん、その夜子供、そのぬいぐるみが本を読んでる様子みたいなのを司書さんが写真撮って子供に送ってあげるみたいなサービスがあるらしいんですよ、うん、でなんかやっぱ夜そのなんですか、図書館とか泊まんのめっちゃいいなって僕それ思って、うん、ちょっと一回戻っていいですか、全体、はい、どうぞ、はい、ぬいぐるみが夜本を読んでる写真を司書さんが撮ってくれる、はい、でそれを子供に送ってくれる、はい、子供は喜ぶんですか。え、喜ばない、うん、めっちゃテンション上がらない、うちの子が読んでるっていうテンションの上がり、そうですそうですそうです、
人の心ないのかあれ、いやだってぬいぐるみだからね、本読まないし、ね、その子自身が図書館に泊まっちゃダメなあ、そうでもね、だから僕もそれ思って、うん、本当はやっぱ泊まるプランとか、うん、図書館に泊まるプランとか、うん、そうあったらいいなって思ったんですよ、うん、でその意味で言うと、あのバリューブックスの倉庫すげえ泊まりがいあるの、はい、分かる、めっちゃ泊めてほしいんですよ、あそこに。確かに、あれ宿泊プランいくらですか宿泊プラン、はい、でもあれ楽しい、そんな楽しいですか。めっちゃ楽しいでしょ、あれめっちゃ楽しい、あれ例えば24時間あそこの、うん、に中にずっといて好きにしていいですよ、うん、あの本をね壊したりしなければずっと好きにしていいですよって言われたら、うん、全然24時間いける気がする。うん、あでも確かになんかどっかの大型書店でもやってましたよね、紀ノ国屋泊まれる本屋みたいな、ね、村上春樹さんか誰かが新作を出した時にその新作を徹夜で、うん、多分岸田町殺しの時かな、徹夜で読むプランみたいなのを東京の書店がやって、新刊が出た瞬間に買った人、うん、抽選で何人かで布団とか持ってきてもらって、うん、書店の中で徹夜で読むみたいなことやってましたね。いろんなハードルありそうですけど、なんかあそこ、そういう意味で解放するのとか、なんかこう、うん、いいなって思って、確かに確かに解放してほしいなと。バリューブックス×ゆる言語学ラジオ奴隷合宿プラン、うん、あそこでインプット奴隷合宿期間手ぶらでこれいけますよね、あれね、うん、面白い。確かにそう、なんかあれはね、やっぱなんかだから、まあ別に泊まるじゃないにしても、うんうんうん、なんか一般の人に、うん、なんか解放とかしてたら、うん、めっちゃニーズあるなと思いました。まあでも倉庫見学の途中でもね、飯田さんも言ってましたけど、本の位置ずらされると地獄が発生するから。言おうと思ってたんで、あの全然本当止まってもらっていいんですけど、抜いた本は必ず元の場所に戻してください。あー、難しい。それ難しい。そうだね。酒とか飲んじゃうともう忘れ、まあ、絶対忘れる。で、この辺でいいかっつって、みんなで一人戻しちゃう。バリブックス社員が途方に暮れることになる。そうですよね。そうだよな。そこが難しいな。そういえばあの一番最初に冒頭であの、うん、はい、買い取った本が これから査定されますっていうゾーンで、うんうん、あ、古書って書いてあるみたいな、うんうん、僕が食いついたらそれは後でみたいなことを飯田さん言ってたんですけど、あれ結局後は来ました、はい、後来なかったです、ね、後来なかった、はい、後でって言ったんだからちゃんと回収してください、伏線を。後とは言ったんですけど、いつとは言ってない。あ、出た、すごい、カイジの利根川と同じ理屈ですね。それは約束してない。そういうのいいから忘れてたんでしょ。あの、うっかりしてました。じゃあすいません、ここで買いに、ね、はいはい、ありがとうございます、はいはい、多分説明の最後に、うん、うちがあの1日、ね、2万冊来るけど半分買い取れなくて腰回収になってますって話をしたと思うんですけど、うんうん、まあ、もうちょっと細かく言うと、あのその1万冊全部を腰回収に行くっていうか、その前になんか本の形のまま、うん、まあ、本は本として再利用できないかな、うん、値段はつかないけどっていう動きをいろいろしてて、うんうん、でさっきの古書っていうのも、その厳密にその本の中でいう古書っていう定義とはまたちょっと違って、まあ、うちの中での話でもあるんですけど、うん、その要は腰になっちゃうはずだった本を、うんうん、違うお店に卸してたりするんですよね、はあはあ、ものすごい格安で。あ、だからここでいう古書っていうのは、なんかいわゆる僕らがイメージするような森鴎外全集みたいな、うん、なんかすごい神保町の古本屋で扱うぞみたいなことではなくて、あ、そうですね、腰回収に出す予定だった本っていうことですかね、はい、はい、それこそ例えばあの無印良品さんに卸したりもしてて、へー、古書？そう、無印良品さんって大きい店舗だと無地ブックスっていう本屋さんを彼らがやってるんですよ、うん、そうなの、全然知らなかった。そう、すごいね、だから東京とかのよくなんかビルの中に入ってるあるちっちゃいテナントとかだとないんですけど、いわゆる大型店だと無地ブックスっていう本屋さんがあって、うんうん、はいはい、でそこにあの古紙になるはずだった本っていう、うん、またその古本のコーナーとかあったりして、うんうん、うちがすごいあの、まあ、格安、本来うち値段つかなくて、ね、古紙回収になっちゃう本だから、もうすごい格安でお届けして、うんうん、はいはい、あの無印良品のお店で売られてたり、なるほど、うんうん、だとか、まあ、もっと言うと本当にもうブックギフトって言って、あの小学校とか幼稚園とか病院とかにあの無償で本を送って、あとちょっといろいろ名称出てきて混乱しちゃうかもですけど、ブックバスっていう移動式 あの本屋さんをうち持ってるんですよ、はいはい、バスの、うんうん、それにあの本を詰め込んで、こう幼稚園に行って、はい、みんなもう好きに撮っててみたいな、最高ですね、うん、っていうことをやったりもしてますね。みんな反響欄になってあさりまくるんじゃないですか、それ。あ、もう、まあ、そもそもバスにテンションがすごい上がる。いや、そうそうそう、上がる。俺絶対テンション上がるもん、まあまあまあ、そうそう、だしそのバスのなんか塗装ってあのチョークでこう描けるようになってて、
子供たちがいっぱいいろいろこう書いたりとか最高じゃないですか。してもう本当なんていい会社なんでしょうね。いやそれはそう。あ、そうです。まああれでしたけどね、あの忘年会で、はい、バリブックスさんのブックバス会場に乗り入れたらテンション上がるんじゃねえかって、そうだそうだ、乗り入れようっていうことで飯田さんとも盛り上がってたんですけど、うんうん、サイズが大きすぎて乗り入れられないっていう悲しい着信になりましたね。惜しかったですね。次はぜひ、うん、次はぜひあのバス勝ち込むんで。そうですね。言い方がずっとチンピラなんだよ。いやもう一個それで言うとさ、その故障の部分もそうだけど、うん、もう一個こうはぐらかされて答えてもらってない場所あるなと思って。ありましたっけ、はい、これちょっとあのもしかしたらね使われてない部分かもしれないですけど、うん、こう歩いてたらさ、あのアダルト規格外って書いてあるじゃないですか。違いますよ水野さん、はい、規格外アダルトです、うん、そこ間違えてたらもう終わりですよ。失礼しました、うん、全然違う話ですからね。規格外アダルトですね。めちゃくちゃエロいと思うんですよ。中身がそう、しかもねすごかったの、はい、規格外はちゃんとフォントで作られてて、はい、アダルトだけ手書きで、しかも赤くマジックで丸付けられてたんで、すごいでしょ。相当な規格外アダルトがあるんだろうなっていう。そんな1日に2万冊もそんなに土着層にエロい本が届いてるんですか。これ俺後で絶対怒られるんですよね。え、このわざわざこの PR 動画で触れる部分かって。それはね本当に社内の人に飯田お前なんで規格外のアダルトの話をさバリューブックスのでしてるんだよって絶対言われるんだよな。いやでもやっぱ一番気になりましたから、歩いてて、ね、あれはでも僕も詳細全部把握してるわけじゃないけど、あの、うん、単純に多分ね、規格外っていうそのなんかジャンルとアダルトっていうのがそのたまたまくっついてるだけ、うん、あ、量が少ないんだけど結構な量のものが入るから、そうそうそうだと思う。その別に本当にもう世間を騒がすような規格外のアダルトの本があるわけではない。あのヌードがみたいなじゃなくて、そうそうそう、村西徹監督が若い頃あのモザイクなしのもの出してめちゃくちゃ捕まってましたけど、はい、そういう規格外アダルトではないではないと思うし、あでももしかしたらワンチャンあるのかな、紛れ込んでる可能性ももしかしたらっていうのが、これ実は真面目な話、はいはい、あのあるんですよ。要はかつては政府だったんだけど、あ、はいはい、今だと法律違反になっちゃう写真集とかあって、でそれ間違えて自分たち売っちゃうと、あの確かに違法ですね、法律そう違反しちゃうんですよ、うん、だからマジでもうこの本が来たらそれは買い取ったとしても絶対に売らずに捨てなければいけないっていうブラックリストみたいな、うん、リストがあって、まあ、一番有名なのってあのサンタフェ宮沢理恵さんです、ね、の写真集とかは多分ローポルの法ってことですよね、うん、そうです。あ、そうなんだ。だからね今多分ねオンラインとかでどこでも買えないと思いますよ。アマゾンにもないんじゃないかな。へえ、うん、あ、そうなんだ。多分ですけどね、だって多分15歳とかのヌードですもんね、うん、そうそう、あれ、あ、そんな年なんだ。そうなんですよ。いやもう全然20代以降のものだと思ってました、うん、だとしたら合法ですからね今でもね、うん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 、そう、だからもしかしたらね僕もちょっと普段そんな倉庫業務入ってないんで、うん、わかんないですけど、あの企画がアダルトのところにはサンタフェがもしかしたらうず高く あったのかもしれないし、でも、まあ、多分違う、多分違います。ちょっともう一回工場見学する、今見ていきましょうか。あと真面目な話で言うと、あの高校生のバイトの人とかもいるので、うん、はい、あのさっき本棚ってこうノンジャンルでやってますって言ったんですけど、うん、細かい話はアダルトはまたゾーニングしてて、あ、そうなんですね、うん、なんかそのやっぱそれは別の区画になるべくしといて、うんうん、あの、うん、分けた方がいいかなっていう気もしてる。多分そのいうための仕分けじゃないかなっていう、あの曖昧です。なるほど、はい。規格外っていうのはなんかこうあの変形の想定のものとかも含まれてるってことですか。多分なんか規格外のアダルトじゃなくて規格外のものとアダルトのものが入ってるじゃないですか、払ってる話だと思うんですけど、これあんまり詰めていくと後でまた社内の人に怒られますね、僕が。お前分かってねえじゃねえかって。じゃあもうなかったことにしよう。何もなかったです、はい、あとあの膨大な量の本がある本棚の細い道をこう抜けて本見たじゃないですか、うん、はい、そしたらやっぱりあそこ歩いてる時も言いましたけどノンジャンルで整理されてないから、やっぱ普段おそらく僕は立ち入らないであろうジャンルの本がいっぱいあって、はい、あの歩いててパッと目に入ったんだけど別の話を飯田さんがしてたから話題に出すこともできずに黙って僕の心の中にしまい込まれた本が、はい、ストラディバリウスを上手に盗む方法。え、その本ありました。そうだから僕その書面見てすげえなんか面白そうと思ったんだけど、うん、飯田さんがなんか真面目にこうだから査定してどうたらこうたらって言ってるから、あ、ストラディバリウスを上手に盗む、ああって諦めながら通過しました。僕もちなみにありました。なんですか。これ僕知ってるシリーズなんですけど、あの、うん、極論
で語る〇〇医学っていうシリーズ知ってます？いや全然知らないです。あのね、僕が知ったのは極論で語る睡眠医学かなんかだったんですけど、うんうん、なんかあそこの本棚にも極論で語るなんだっけ、小児外科みたいななんかうん、あって、そのシリーずっと立ち読みしてみたいなと思ってて、うん、極論で語るっていうタイトル超いい。面白そうだね。そう、だから、うん、なんすかね、子供なんてすぐ病気になんだからそんな不安になんなとかですかね。どういうことなんですかね。子供なんてすぐ熱出すもんなんだからその慌てんないちいちとか書いてあるんですかね。なんかね、その病んでる先生みたいな面白いこと書く先生が書いてるのかなとか思ったんですけど、でも。ちゃんとした多分医学系の出版社から出てるし、価格も5000円とかするんで、じゃあちゃんとしたもんですね。学術書ですね。学術書なんですよ。だからすっげえ気になるなと思ったんですけど、うん、その時飯田さんがこの棚はこういう風に整理されててって言って黙りました。わかるわかる、はい。もうそんなんばっかだったよ、はい。申し訳ないですね。すみません。じゃ飯田さん責めてるわけじゃないですね。はい。あとあれね、いきなり上級者になれる麻酔科医の方法みたいなやつね。ありましたね。回してない時にね。あれ読んでるやつに麻酔されるの不安すぎるだろ。いやだな。ちゃんと王道で駆け上がってほしい。いきなり上級者にならないでほしい。そうですね、一歩一歩スキルアップしてほしいなって思いました。確かに。あと古紙回収に出すコンテナの中に、うん、無在庫経営っていう本が入ってて、あ、ね、あなんかバリューブックスに喧嘩売ってるみたいな。無在庫経営の勧めみたいなこと書いてあって、こっちとは今何万冊の本あるんだけどなって思いながら。あれ面白かったですね。あれ面白かったですね。ゴリゴリの在庫経営ですね。在庫経営ですね。IT とかと真逆の、真逆の方向のビジネス。大量の在庫抱えてますね。はい。でもね、あるからこそね、こうやって来て、わ、面白いって。そうですね。うん。メルカリには出せない面白さだと。本当そうですね。思ってる。まあ、今初めて思いましたけど即興でね、即興でね、それらしいこと言おうとして、それらしいこと言おうとして、やっぱりこのものがあるっていう素晴らしさ、うん、はい、楽しんでもらえたら幸いです。いや、メルカリには出せない面白さ、はい、これいいですね。バリブックスのキャッチコピーとしていけるんじゃないですか。メルカリには出せない面白さ。意識しすぎだろ、他社を。メルカリには出せないバリュー。バリュー、そういうこと。そういうこと。あ、いい、あ、すごい。ありがとうございます。それでいきましょう。メルカリには出せない。お願いします。お願いします。俺関係ないから。今回、バリブックさんの倉庫見学させていただきまして、リスナーの皆さんもですね、あ、私の本こんな風に扱われるんだっていうのを実感持っていただけたと思うんで、はい、多分バリューブックスに本を売りたくなったでしょう、うんうん、おそらく大事にしてもらえるんだなと思いました。僕もやっぱりね、親近感が湧きますからね、うん、自分の売ったものがどう動くかっていうのを見れたらね。そうですね、見たことないですからね。だから実質あれと一緒ですよね。自分の子供の様子いつでも保育園でなんか動画で見られるみたいなサービスあったりしますけど、はいはい、今回我々がやろうとしたのはあれですね。そうですね。そうっすよね。そうですよね。そうですよね。本の行く先を、我が子のように大切な本の行く末をちゃんと見ることができる。ドンピシャですね。そういう動画ですよね。いい例え。うまいですね。やっぱり森本さんは。さすがですね。うん、弱みを握ってるわけじゃないの、別に。ですので、今までもね、前も罪本精霊流しで、うん、買い取りの強化キャンペーンを一緒にやらせていただいたんですけど、はい、今回も一緒にやろうということになりました。はい。ですのでバリブックスさんの方でキャンペーンコード入力すると、はい、うん、1000ポイントもらえる。うん、そうですね。さっき決めて、さっき決めました、さっき決めましたね。本当になんかキャンペーンやるって話になってましたけど、どうします飯田さんつって、まあ1000ポイントとりあえず上げちゃいますかっていう、すごい大丈夫か決済フローっていう空気が今ありますけど、意思決定がめちゃめちゃです。役員ですか？いや、役員でもないし、今若干冷や汗は書いてるんですけどなんでだよ。話ごちゃつきましたけど、何が言いたいかというと、買い取りキャンペーンをまたやりますので、うん、キャンペーンコード入力して、ぜひ皆さん、バリブックスに本を売ってください。はいはい。ということですね。はい。はい。で、肝心のキャンペーンコードは、決まってんですよね、これももう。うん、ゆる言語。はいはいはい。YURUGENGO。うん、うん。ゆる言語にしようって、8分ぐらい前に決まりました。そうですね、さっき決めたのでびっくりしました。僕こうやってキャンペーンって決まるんだっていう、もっといろんなところとね折衝してね起きるものだと思ってましたけど、そうですね、キャンペーンコードどうしますっつって、ゆる言語でいいんじゃない、んでももうちょっとボケた方がいいから規格外の方がいいんじゃないですかって僕は言ったんですけど、飯田さんに却下されました。そうですね、規格外はダメだったらしいです。珍しい飯田さんの却下するなんて本当に。やっぱり勝手にやっていいところと、もう勝手にやったら怒られるところがちゃんと見極めてね、素晴らしいですね、はい、素晴らしい、いい判断でね、はいはい、ただこのキャンペーン今そう勝手に決めたんで、うん、だからぶっちゃけ期間決めてないですよね。決めてないですね。いや嘘やん、はい、何それ。概要欄に何月何日から何月何日までって書いてあるはずですんで
そちらを見ていただいて。その日中にね、その日、その日程のうちに必ずバリブックさんに申し込みをしていただければ。申し込みいただければ。買い取り申し込み。これあれですよね、前回多分積み物精霊流しやった時も質問いっぱいあったんですけど、うん、その期間中に買い取り申し込みをしとけばよくて、うん、発送自体はそれより後でも大丈夫。そうですそうです。って感じですかね、はい、もしキャンペーンが明日までだったら、うん、明日までに申し込みさえすれば、うん、あのお家までの集荷とかは全然後で大丈夫なんで、うん、よかったよかった、うん、はい、わかりました。すげえ手軽でしたよ、僕あの時利用しましたけど、うん、ありがとうございます。たんですけど、うん、もう本当になんかスマホでほとんど完結しますよね、うん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 、で段ボールに詰めておけばもう持っててくれるから、ね、超楽でしたよ。なんか PR っぽいことありがとうございます。いやいやいや、あの確かにわざとらしいな、なんかそうなんだよ、なんかすごい宣伝臭いことになったんだ。あの本当スマホ1個でね、本当手軽で本当に素晴らしいサービスだなと感じました本当に、はい、スマホ1つでそんなに簡単にできるんですか。今なかなかスマホ1つでできることないできること、いやいや、いっぱいめっちゃあるめっちゃあるめちゃくちゃ大体のことスマホ1つでできる。間違いない、せっかく褒めてたのに今回のキャンペーン時期がね、はい、N 月 M 日から変数2の、ね、2の数を M 正の数ですもんね。でもそうですね、正の整数である M 月 N 日から O 月 P 日までということで、はあ、非常にやっぱ時期的にもね、うん、皆さん本売りたいなっていう時期だと思いますのであ、いろいろなライフイベントの変遷などが ね、起こりうる時期ですから、やっぱりこうなんかね、そういう気分が高まりますよね。そう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 、やっぱり本のみたいな季節ですもんね。そうそうそう、はい、すごくね、こう、こういう季節だなっていう気持ちになる季節こういう季節だなって思ってる時期だと思いますので、はいはい、そういう時期にこそぜひ本売っていただけるとね、いいんじゃないかなと思います。まあ本当ね、やっぱ読書の M って言いますからね、やっぱりね、はい、そうですよ、まあ、M 月というのが読書の M ですから読書の M それはもう問題ないのでね、はい、やっぱ本売っていただけると助かります、はい、ぜひぜひ、はい、そして次回も引き続きバリューブックスさんの倉庫からお届けしたいと思っております、うんうん、バリブックさんの100万冊の本がある倉庫を生かした企画をちょっとやりたいなと思っておりますので、うん、ぜひ皆さん次回も見ていただければ幸いです、はい、あとチャンネル登録とか高評価とか感想のコメントとかね、いろいろバリューブックさんのフローを見て思うこと皆さんいろいろあると思いますので、飯田さんへの激励励まし、そうだ飯田さんへの励ましのコメントもね、はい、キャンペーン頑張って事後承諾問題なく取り付けといてくださいみたいな、うん、励ましの言葉をいただければ、はいはい、いいかな。本当にコメントだけが支えですよろしくお願いします本当いつもありがとうございます。ありがとうございます。いつもそれでは今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身はなぜ今って言ったんですか。じゃダメなんですか。いや全然わかんないですけど、その答えがわかるのがこの本です。面白そうですね。概要欄にリンクがあるのでぜひ皆さん見てみてくださいね。